はい、マサトブルーの好きこそものの上手なれということで、今回は神奈川県芦ノ湖、いやー緑綺麗というところなんですが、まあ3、4年前かな、みっちりと1年間、通ったんで、まあ知ってる湖、ただ最近ね、ちょっとコロソマという変な魚、変なっていう魚だよね、おかしいね、あのコロソマっていう魚にちょっとね、浮気をしてまして、バス釣ってなかったんでバス釣りたいなと。で、放流バス、養殖されてそれが放ったバスが結構簡単に釣れるんで、まあそれをポンポンポンって釣っていきたいのと、あと2つ目、新作リズムのプル、表層波紋系ってちょっと新しいルアー、これで釣りたいのと、あとネイティブのでかいのを1本混ぜれればかなと思ってる、この3つ。まあ掘りバス釣ってトップで出してネイティブが取れればいいなっていう、その3本立てなんかうまくね食べたいなと思います。ではやっていこうね。目で大丈夫ですね。新作プル来ました。これは取りたい。あ、外れた外れた、うそうそ。プル三太郎、さっき食い損なした。あ、食った、食ったんだな。ただ私がするのが下手でバラした。プル三太郎、これを投げながら魚を探そうかな。出た、うお、出た、プルさん出た、プルさん出た、プルさん出た。気持ちいい出方だったのにな。はい、プルさん、プルさん、新発売のリズムプル 70F、 気持ちいいバイト。あ、あだす、はい、プル
フル70、フル70、センキュー。よいしょ。モットはイズム IBS65LST。 フル最高、気持ちいい。これ響き、めっちゃ気持ちいい出方やん。最高だったやん。ほら出た、ほら出た、あー外れた、出たのに。もう一回プル70。どうよプル70。よいしょ。はい、プルの70F ゴーストパールホワイト。まあこればっかなんかしなくても釣れるんだよね。素敵。Thank you。マサトブルーの杉こそものの上手なれ。足の子編。表層でね、魚を釣るという。イズムの新作プル 70F っていうのがね、出て、それで今日ね、まあ放流バスだけど、まあいいバイトシーンがたくさん見れたんで楽しかったです。いや気持ちいいね、やっぱバス釣りはいいね。まあ大自然、ちょっと今ね見上がってあれだけど、まあ本当は緑綺麗、水も綺麗な美しいところなんで、また遊びに行きたいと思います。そんな僕の YouTube を見てくれてありがとうございます。いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ここに入れてね、文字入れてね、俺じゃなくてね、よろしく。
ボールズ。